皆さんこんにちは、森有とマリリンでーす。森森イエーイ。1ヶ月半ぐらいか、うん、上のデートしてね。そう、今日はちょっと化粧してないねー、はい、ちょっとね、悔しいことがあったんだよね。悔しいことね。そう、なんかマリリンがもう私がやるっつって言ってくれたことがあったんですよ。そう、もうすごいすごい悔しそうかった。そう、あの、ジヒョウちゃんに似てるっていうコメントが来て、はい、で私が、まあ、安易に私のメイク方法でやったわけですよ。で、似てない、似てるわけないっつって来ちゃったわけですよ。仕方ないんですよ、似てないんだもん。だって似てるよ。ジヒョウちゃんの見た時、え、やば、めっちゃ似てるって思いました。嘘、ウリ2つって思った。ほら怒られる怒られる。え、なんで似てるよ。今日は頑張ってもうプロにお任せをするので、私はもう、私はもうプロにお任せをするので。めっちゃハードル上げるやん。プロにお任せをするので、もうジヒョウちゃんにしてもらいます。頑張ってジヒョウちゃんにしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。なれるのかな。なれるか。もうプロだから。あ、じゃあもうそんなハードル上げる。盛り盛りやるときは結構緩かったんだけど、今日はキツキツだね。キツキツでいきましょう。そう。で、これちょっとピンク好きでしょ。じゃあこれを着てください。おおお、やだ、なんか私の体から生えてきたみたいな感じ。そう、そう、それ生えてきたやつ。おかちめんこみたいな。私嫌なんだよ、前髪。なんでおでこ綺麗やの。嫌なんだよ、このおでこっぱち。私もおでこっぱち。ここ4本生えるとさ、広いって言うじゃん。嫌なの。え、あ、入ってる。おいでーす。私も広いでーす。ハゲって言われます。ハゲじゃないです。メイクやろう。はい、やりましょう。はい、ジヒョウちゃんってそんなにファンデーションも熱々じゃないと思うので、ほうほうほう、クッションファンデでナチュラルに仕上げていきますね。おお。また白目。はい、白目チーンってこう、はい、効果音つけない。出たー。なんで私白目になるんだろう。オッケーかな。オッケー。うん、オッケーオッケー。なんかモフモフしてる。お、パウダー、ピアノちゃんみたい。モフモフ、いいね。全然見えないから何も、何が行われてるかわからないです。失礼します。はい、ちょっと太めにふわって描いてるけど、うんうん、ちょっと後で整えます。すげえ。これはコンシーラー。そう、コンシーラーやけど、そんなにがっつり綺麗なラインっていうよりかちょっと細く。ちょっとここを影つけていきます。涙袋グッてやってもらっていいですか。ん、うん、あ、そうそうそう、もうちょっと緩くてもいいです。ゆるい。なんか微妙な顔するのが難しいです。上向いてもらって、上向いてもらう。慣れたよね、もうね、うん、この白目は。オッケーかな。何チーンってなって。これ結構普通につぶってんだけど今。え、嘘嘘嘘。じゃあ上向いといてもらってチーンって。え、普通に。うわ、次まつげ。まつげどうしたんすか。なに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 。違う、見て。さっきはナチュラルにふにゅんってふにゅんってナチュラルに言うんだけど、私カーペットみたいなのかなって。ごめんなさい。すごい、もうじわじわきちゃった。骨格も似てますよね、多分。森有のチャンネルをご覧の皆さん、我らを見よう。はじめまして、森有です。こんな感じでジヒョウちゃんになりました。どうですか。せーの、ワリオンミリオン。はじめまして、森有とマリリンです。はい、改めまして。はい、改めまして。完成いたしました。終わったー。
どうですか？どうですか？私的に超似てます。うん、嘘。もともと似てるから。0.03 の視力の中だから全く見えてないんだ。じゃあ近くで見ますか？え、すごい怖い。パッとパッとパッと。どの角度が似てる？とこう。正面でも似てますよ。笑顔の時とか。笑って鏡を見るの？って。ねえ、ちょっとほんまに思ってます？思ってる思ってる、マジで。よかった、黒髪にしよっかな。てかめっちゃ似合ってますよ、黒髪。はあ、すごい、シェーディングのパワーすごい、マジで。でも私はピンクで生きていきたいので。そうですね、ピンクも似合ってますから。でも黒も似合うってことです。で、今回のメイクの特徴としてはおジヒョさんは、うん、この目の上のところのアイラインが結構濃かったり、上のね、まぶたあたりが結構はっきりしてるので、うん、そこを特徴的に描いてみました。あとチークは可愛らしく、眉毛はちょっとふわっと優しい、こう下眉毛、下にこうふわってこう丸くなってる感じですね。こう硬かったり、こうキュッて上がってるっていうよりも、どっちかというとこう、アーチを描いてるようなジヒョさんはそういう眉毛かなと思って、そんな感じにしてみました。あとはやっぱり唇がプルッとしてるので、そこも。こうね、プリッとグロスをつけるとまたよりジヒョさんらしくなるんじゃないかなと思います。おお、はい、師匠師匠じゃない。あとは、うん、あのアリスさん自体が涙袋がジヒョちゃんよりちょっと大きめなので、今回はそれより結構あの細く涙袋を新たに描きました。あ、本当だ。そう、アリスさんは大体これぐらいなんですけど、うんうんうん、ここに涙袋こう笑った時とかもなるんですけど、それよりちょっと上のところに影を入れて涙袋をそう浅くしました。ほう、涙袋を浅くするってあるんだね。あるんですね。すげえ、あるんですね。すごい。顔薄いわ、私なんかマジで。いや、これはでもマジで、これはリベンジできたんじゃない？できたんじゃないですか？プロだし。どうですか？いや、じゃあほんまに、ほんまにハードル上げんとって。いやもう、ね、マリリンだからさ。いや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 、すごい。 TT ポーズやろ。 TT ポーズ。お、はい、ということで軽くというか、まあいつもね、モリマリなんかこう、うん、ゆるくね、ゆるく撮ってたのをバッチし、うん、久々にメイクを、うん、去年ぶりだよね、そうです、メイクをねしていただきました。はい、モリマリなんかもう、なんだろうね、不定期だけど結構定期的に撮ってるので、意外と。そうなんですよね、うん、なのでちょくちょく出していきたいと、なんか片言片言、ちょくちょくちょく出していきたいと、はい、思います、思います。ということで、マリリンのチャンネルもよろしくお願いします。見てください。見てください。はい、ではモリマリでございました。せーの、おつもりマリー。うーん、カミラットです。でしょ。カムサミニーダー、ヘイルチュカエー。なんてその今、お誕生日おめでとうです。何それ、やば。私ヨボセヨしか知らないんだけど。ヨボセヨ、おま、おもり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 。